湘南新宿ラインは、山の鉄線、東京都豊島区池袋駅東京都品川区、大崎駅を経由し、東北本線と横須賀線、及び高崎線と東海道線を、相互直通運転する東日本旅客鉄道の中距離電車の系統路線名である。駅ナンバリングで使われる路線記号は JS。本校では、正式な路線名を記す必要がある場合を除き、 東北本線宇都宮駅方面を指す場合は、愛称の宇都宮線を、東海道本線小田原駅方面を指す場合は、旅客案内上の故障である、東海道線を用いる。湘南新宿ラインは、主に、東京駅、上野駅をターミナルとして放射状に運転していた、首都圏の中距離電車を、池袋駅、新宿駅、渋谷駅の山手線沿いの各副都心エリアを、 経由して相互に直通運転させる運転系統として2001年12月1日のダイヤ改正から運行開始した上野駅、東京駅を経由する上野東京ラインとともに北関東と神奈川県を結ぶ路線系統である新宿駅を経由して宇都宮線と横須賀線を直通する系統と高崎線と東海道線を直通する系統の二つが存在する 運行区間は、宇都宮線横須賀線系統が、宇都宮駅逗子駅間、高崎線東海道線系統が、高崎駅小田原駅であるが、一部の列車は、高崎駅から上越線、両毛線を直通して、前橋駅に至る。赤羽駅横浜駅間は、道路線より、上の東京ラインの方が、直線的なルートを通っており、 2015年の上野東京ライン開業以降、埼玉県方面と神奈川県を移動する利用者は上野東京ラインにも分散した。当初、湘南新宿ラインは普通列車の運転系統の名称として使用が開始され、同じ区間を走行する特急列車、通勤ライナー及び臨時列車などに湘南新宿ラインの故障はあまり用いられなかった。近年ではこれらが 湘南新宿ラインの走行区間を経由する意味で、主に音声案内に用いられる。運行開始当初の本数は、日中のみ25往復の設定となっていた。その内訳は、宇都宮線、高崎線からの直通列車は18往復で、他は、新宿と東海道線、横須賀線方面を結ぶ列車が存在する程度で、東京駅及び、上野駅発着列車に対する、 補助的な役割に過ぎなかった。だが、もともと、これらの抹消路線と東京福都新館には大きな需要があったことからその後の増発が期待されていた。当初、池袋駅構内の配線の関係で大幅増発ができなかったが、開業前から計画されていた改良工事が完成した2004年10月16日のダイヤ改正では、湘南新宿ラインの全列車が、 南北直通運転となり、運転本数も運行開始当初と比べて2.4、倍増の64往復となった。それ以降もダイヤ改正ごとに増発が行われ、現在はそれ以上の本数で運転されている。運行経路については、大宮駅、新宿駅、大船駅間では、東北本線、東北貨物線を走行山手線、山手貨物線を走行東海道本線、品、 鶴線を呼び、横須賀線専用線を走行を経由する。JTB 時刻表や JR 時刻表などでは、東海道線高崎線系統は、上記3の区間で快速運転するため、全区間で快速、特別快速と表記されるが、一方の宇都宮線横須賀線系統は、上記1の3の全区間で各駅に停車するため、 普通と表記され、うち宇都宮線快速は、宇都宮線のページでのみ、快速と表記される。JR 東日本公式ホームページの各駅時刻表では、東海道線高崎線系統は、快速、または特別快速と表記されるほか、宇都宮線横須賀線系統の快速も、全区間で、快速と表記される。また、 実際の車両外側の種別等案内表示器や車内、案内、駅構内での案内では、宇都宮線横須賀線系統の小山駅、大宮駅間快速の場合、南行列車の大宮駅北区間では、快速、大宮駅以南では、普通として案内され、同北高列車の大崎駅以南区間では、普通、大崎駅小山駅間では、快速として案内される。同様に、 東海道線高崎線系統の大崎、大船間快速の場合、南行列車の大宮駅と塚駅間では、快速、またそれ以外の区間では、普通として案内され、道北高列車の大崎駅南区間では、快速、大崎駅北区間では、普通として案内される。車両外側の行き先表示は、両方面とも、新宿直前まで、新宿経由と表示する。また、 直通先路線に乗り入れた後、終点到着まで、車内の案内では、湘南新宿ライン、線直通が省略され、その路線内完結の普通、快速列車と同じ案内となる。ただし、車両外側の行き先表示は、湘南新宿ライン、線直通と表示される。なお、交通新聞社発行の各時刻表では、大宮新宿大船間は、 湘南新宿ラインですと案内されている。赤羽駅での北港の発車表では、宇都宮線、高崎線となっており、湘南新宿ラインの名称を省略している。スマートフォンアプリ、JR 東日本アプリの列車位置情報では、宇都宮線、高崎線方面は、赤羽駅以北で、上野方面系統と、横須賀線、東海道線方面は、西大井駅。 横浜駅以南で横須賀、総武快速線系統、及び東海道線東京方面系統と並行して扱われている。大崎駅西大井駅間の運行上の経路は、大崎市線経由であるが、営業線とみなされていないため、運賃及び、料金の計算には、山手線品川駅マイナス品、鶴線経由を用いる。また、前期の原則とは別に、 運賃及び料金の計算の特例が設けられている区間もある。2000年代初頭、JR 東日本の首都圏における在来線輸送量が下落傾向にあった。これは少子高齢化などの社会的変化に加え、東急目黒線が2000年に東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線と2001年、平成13年からは、 南北線を経て埼玉高速鉄道線と相互直通運転を開始するなど競合する他の鉄道会社が神奈川、東京、埼玉を結ぶネットワークを形成したことも理由の一つだった。こうした競合への対策として新たに神奈川方面、東京、埼玉方面を新宿駅経由で直通する列車の設定に至った。下表は2000年の北関東と 南関東間の鉄道旅客流動状況である。1984年2月ダイヤ改正時に貨物列車が大幅に削減された際に空いた線路容量を活用し、東北本線小金井駅、高崎線籠原駅からそれぞれ赤羽駅行きとして、東北貨物線経由で一本ずつ設定された上り列車を講師とする。 最強線の高崎線宮原駅までの延伸が1985年の海遊政策審議会答申第7号で示された、後も最強線延伸実現をの意見が当時の大宮市や住民から繰り返し提出されたが、大宮駅以北は宇都宮線、高崎線方面ではなく、電化された川越線と直通運転をすることになった。 JR 発足後の1988年に、宇都宮線、高崎線が、東北貨物線を使用して、池袋駅までの運転を開始し、後に、湘南新宿ラインとして発展する。湘南新宿ラインを含む、南北直通運転は、JR 東日本の経営上の観点から、車両の共通運用化による、所要運用数、車両数の削減車両基地の共通化による、 整備コストの削減都市に立地する、車両基地の郊外移転と再開発を可能とするなどの点で大きな利点がある。JR 東日本は2015年の上野東京ライン運行開始後に、田町車両センターの廃止と品川車両基地の整理、再開発、それに関連した山手線、京浜東北線高輪ゲートウェイ駅開設などの事業を進めている。 詳細は、上野東京ライン品川車両基地について、と、田町車両センター今後の予定を参照されたい。新宿駅、渋谷駅横浜駅、藤沢駅、小田原駅間での競合湘南新宿ラインの、登場は競合する施設にも影響を与えた。特に、渋谷駅武蔵小杉駅横浜駅間で競合する、東急電鉄と新宿駅藤沢駅、 小田原駅間で競合する小田急電鉄は、新たな対抗策を打ち出した。路線図湘南新宿ラインは、東北本線、山の鉄線、東海道本線を開始、大宮以北の宇都宮線及び高崎線と大船以南の横須賀線及び東海道線とそれぞれ直通している。運転系統としては、宇都宮線と横須賀線を直通する。 京統高崎線と東海道線を直通する系統の二つがある。上野東京ラインのような東海道線と宇都宮線を直通する系統は設定されていない。大宮駅、大船駅間の走行区間のほとんどが元来は主に貨物列車が走行する線路で1980年の SM 分離や1980年代の 貨物輸送合理化と武蔵野線の開通により、旅客輸送に転用された線路が多い。大宮駅から田端駅までは、東北本線の貨物線を走行する。大宮駅から赤羽駅までは、東北本線旅客線及び、京浜東北線と並走する。宇都宮線、高崎線が停車する。埼玉新都心駅は、貨物線に、ホームがないため停車しない。 大津駅付近で、小久車両センター方面への東北本線旅客船と、分かれた後、東京新幹線車両センター沿いを、京浜東北線と並走し、田端駅構内で、京浜東北線と分かれて、中里トンネルに入り、大きく、西へカーブして、山手線の南側に出る。ただし、田端駅には、湘南新宿ラインの列車は停車しない。田端駅から、 大崎駅までは山手線の貨物線を走行し、山手線電車と並行しながら、駒込駅、菅も駅、大塚駅を通過する。池袋駅大崎駅間は、最強線と線路を共有しており、途中の新宿駅、渋谷駅、恵比寿駅にホームがある。高崎線東海道線系統の特別快速列車は恵比寿駅を通過するが、 他の列車はこれらのすべての駅に停車する。池袋駅大崎駅間は並走する各駅に停車する山手線に対して湘南新宿ラインは埼京線とともに普通列車も含めて快速列車の役割を果たす。大崎駅からは埼京線と相互直通運転する東京臨海高速鉄道臨海線を上下線の間に挟む形で道線と分岐し通称 大崎支線と呼ばれる、短絡線に入る。この線は、横須賀線列車の走る東海道本線の支線と、立体交差した後、大きくカーブし、西追駅の手前の旧蛇久保信号場にて、品、鶴線と合流する。大崎支線はかつて山手貨物線だったが、現在は、旧蛇久保信号場も含めて、大崎駅構内の扱いである。 大崎駅付近の配線略図を表示するには、右の、表示をクリックしてください。旧ヘビクボ信号場鶴見駅間は品、鶴線を、鶴見駅と塚駅間は、東海道本線の旧貨物線を走行する。この区間は、貨物線として利用されていたが、品川駅から大船駅までの区間は1980年10月1日の SM 分離により、同線から、 横須賀線列車の専用線路に転用されたものである。旧蛇ビク信号場戸塚駅間には、横須賀線のすべての列車が停車する西大井駅、武蔵小杉駅、新川崎駅、横浜駅、保土ヶ谷駅、東戸塚駅があり、湘南新宿ラインも宇都宮線、横須賀線系統の列車は、これと同様に全駅に停車するが、 高崎線東海道線系統の列車は、武蔵小杉駅と横浜駅にのみ停車する。東海道線直通列車は、戸塚駅を出ると、同駅構内南端の渡り線を通り、横須賀線専用線路から、東海道旅客線に転線する。運転系統図新宿駅に到着する、湘南新宿ライン宇都宮線横須賀線の、系統と高崎線東海道線の系統がほぼ、 交互に運行されており、大宮駅大船駅間で1時間に朝は6本、日中は4本運行されている。日中の新宿駅の発車時刻は、南港が毎時0.1530.45分、北港が毎時9.1939.49分の15分間隔となっている。埼京線や横須賀、総武快速線といった多路線と、 共用する区間があることから上野東京ラインと比べると列車本数が限られる。全列車が2階建てグリーン車を2両連結している。前述の通り、普通列車であっても、ホームがないため埼玉新都市2駅には停車しない。線路別複々線の構造上、新宿、池袋方面から同駅まで乗車するためには、赤羽駅、または浦和駅で、 階段等の上り下りを伴う乗り換えが必要となる。これは、同方面から、宇都宮線直通快速で、とろ駅、高崎線直通特別快速で、宮原駅へ向かう場合も同様。ただしこの二駅は、大宮駅で乗り換えても行くことができる。横須賀線系統は、湘南新宿ラインとの直通運転はあるが、上野東京ラインとの直通運転は、設定されていない。 また、上野東京ラインのように、東海道線と宇都宮線を直通する系統は存在しない。宇都宮線横須賀線系統高崎線、東海道線系統あたり系統は、定期列車としては、横須賀線内に潮位駅、新川崎駅、保土ヶ谷駅、東戸塚駅に停車する列車は設定されていない。これら各駅へは、 湘南新宿ライン宇都宮線横須賀線系統、総武快速線横須賀線系統、または埼京線相鉄線系統への乗り換えが必要となる。湘南新宿ラインの列車の列車番号は4桁の数字と英字1字からなる。この列車番号は以下の規則に従って決められている。ただし、 かつて金曜日夜間に運行された臨時新宿、大船間普通はこの通りではなかった。すべて電車が使用されている。ここでは、湘南新宿ラインの駅番号が付与されている、大宮駅逗子駅間の停車駅の一覧と、停車種別、接続路線、所在地などを北側から南側に向かって一覧表で示す。報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。